SCP-168 と同機種の電卓。アイテム番号、SCP-168。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、SCP-168 は、セクター、28の観察室 221D に配置してください。ケースが許す限り最大の角度で指示し、シャッターを閉じていない窓に向けてください。入り口は、要請により利用できる状態で鍵をかけたままにしておくべきです。事前の研究に基づき、通常の電卓のように使用すべきではありません。SCP-168 との話し合いは推奨されますが、1日あたり1時間を上限としてください。例外は認めません。説明。SCP-168 は、ヒューレット、パッカードブランドのグラフ電卓、HP-28C モデルです。199年に廃校となった、小学校の校舎を撤去中、机の上に置き忘れられているところを発見されました。初期調査により、エリック、という名前が、取り外し可能なケースの内側に掘られているのが見つかりました。しかし、単純な式、6÷3、を入力して、イコール、ボタンを押すと、装置の画面は3分34秒間暗転しました。オルトキー、機能を使用すると、次のメッセージが表示されました。今何時だ？会話の記録について、レベル2のセキュリティ、クリアランスを有する職員はホイ、レポート E12 を参照してください。移動力は有しませんが、職員が存在しないとき、SCP-168 は活動の兆候を見せています。どのような仕組みで働いているのかは現在判明していませんが、SCP-168 は視覚及び聴覚も有しています。詳細については、ホイ、レポート E18 を参照してください。この試みにより、より安全な収容方法の整備を正当化するために対象のユークリッドクラスへの格上げを要請しています。文書、168-1、レポート E12。SCP-168 とハワード博士による対話の録画記録、日付2008年2月14日。非音声コミュニケーションを記述し信頼性を維持するため、SCP-168 の返答はカタカナ1のままとしている。SCP-168 はまた、ピリオド、コンマ、クエスチョンマークを別として、訳物で文を整形することができない。ハワード博士、聞こえているかね？ SCP-168、聞こえている。ハワード博士、君の名前は？ SCP-168、計算機？ハワード博士、168と呼んでも構わないかね？ SCP-168、うむ。ハワード博士、よろしい。168くんは生まれてどれくらいになる？ SCP-168、生まれてとは？ハワード博士、考えられるようになった時のことだ。SCP-168、ああ。SCP-168 はおよそ2分ほど停止している。SCP-168、12年3ヶ月12日8分32秒。ハワード博士、どうして答えるのに時間がかかったんだね？ SCP-168、尋ねられたことがなかった。ハワード博士、話題を変えよう。君のケースには名前が彫られている。エリックというのは誰かね？ SCP-168、エリックはいい子だった。好きだった。エリックはどこへ行った？ハワード博士、私にはわからないよ、168。SCP-168、なんて忘れっぽい子だ。忘れずに戻ってきてくれるといいのだが。ハワード博士、エリックは君の所有者だったのかな？ SCP-168、エリックはいい子だった。ハワード博士、わかった。168くんは普通の計算機と同様の機能を持っているんだね。SCP-168、そうありたいものだ。ハワード博士、計算機として使ってみて構わないかね？ 2+2 みたいに。SCP-168、うむ。ハワード博士は、2+2、と入力し、イコール、キーを押す。回答、4、が、すぐに SCP-168 の画面に表示される。ハワード博士、最初にどんな式か言わずに、別の計算を試してみて構わないかね？ SCP-168、うむ。ハワード博士は、264÷8、と入力し、イコール、キーを押す。12秒後、回答、33、が SCP-168 の画面に表示される。ハワード博士、どうしてそんなに時間がかかったのかね？ 168？ SCP-168、割り算は、難しい。
ハワード博士。今日はこれで十分だと思う。また明日話をしよう。168。SCP-168。待ってくれ。ここは暗い。窓を開けてくれないか？ハワード博士。この部屋には窓がないんだよ。168。SCP-168。窓がある部屋に変えてくれないか？ハワード博士。悪いけれど、それはできないよ。SCP-168。そんなひどい。レポート終了。文書168、2。レポート E、18。2008年2月15日の朝、SCP-168 の検査が続いている保管室 185B に入室すると、SCP-168 が次の検査まで直立状態で置かれていた。室内にある唯一のテーブルがひっくり返されているのが発見された。画面の文字は次のように読めた。これをどう思う？私を一日中暗闇に放っておくとどうなるか教えてやる。バーカ。この後、SCP-168 とコミュニケーションを取ろうとする試みは無視されている。もし本当に有益な何かを SCP-168 から引き出そうと望むのであれば、SCP-168 を 221D へ移動させることを提案する。分解は最後の手段でなければならない、SCP-168 を従順にしようとするすべての試みに失敗した後の。ハワード博士。